中国の尖閣諸島への圧力は日に日に高まっています。日本の北を見ていくと、ロシアがミサイル配備に踏み切っている。日本は現在、中国とロシアに挟まれた状態になっていますね。今回は日本のミサイル防衛を見ていきますね。南西諸島に配備が決まっているゼロ、三式や一二式ミサイル。日本も防衛力を見直しの事態になっています。防衛費 2% がやってくるのかも。2020年12月に、当時の日本の菅政権が、陸上自衛隊が装備する人に、敷地対艦誘導弾の射程距離の大幅な延伸と、その本体の誘導弾を、艦艇や航空機からも運用可能とする改修を施すと、閣議決定を行ってから、再1年が経過した。人に、敷地対艦誘導弾は、名称が示す通り、2012年に、陸上自衛隊に正式採用された地対艦ミサイルシステムであり、毎級にあたる1988年採用のは、地は、地式地対艦誘導弾を代替する兵器だが、射程距離は 200km 弱と見られている。近年、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面への中国の軍事的圧力が増大する状況を受けて、有事の際に接近する、中国軍艦艇の接近阻止に向け、陸上自衛隊では、人に敷地対艦誘導弾を装備する部隊を、石垣島と宮古島に展開させている。ここに、沖縄本島と奄美大島を加えて、南西諸島防衛の体制を強化しつつある陸上自衛隊だが、そこには、現行の人に敷地対艦誘導弾の射程距離が前述のように、約 200km 弱と短いことが課題であるため、改良型が丸められている状況だ。人に、敷地対艦誘導弾の改修では、現在の用途たる地上発射型に止まらず、艦艇搭載型の艦対艦タイプ、航空機搭載型の空、対艦タイプへの派生が標榜されているが、そこには、抜き差しならぬ要因が発生した点も影響しているのだろう。最も直接的な影響を及ぼしたであろう要因の一つは、航空自衛隊が保有する F-15J イーグル戦闘機への AGM-158C ロラズム空対艦ミサイルの実装が不可能となったことだと思われ、この対処が急務となったものとみられる。それまで日本側では、この AGM-158C ロラズム空対艦ミサイルをF-15J イーグル戦闘機で運用することによって、南西諸島へ接近してくる中国軍艦艇への対抗策と考えていたが、アメリカでは、それが行われないため、費用面で頓挫してしまった。この F-15J イーグル戦闘機への AGM-158C ロラズム空対艦ミサイルの実装をめぐる日米の費用面での掛け違いは、日本側の見立ての甘さを物語るようで、一抹の不安を感じさせるが、兵器の国産化が進展する部分においては利点かもしれない。ただし、この過程で、日本政府は、人に、敷地対艦誘導弾のさらなる改良型を開発する意味を、南西諸島防衛用に、敵のミサイル等の射程距離外から、攻撃可能なスタンドオフミサイルとすると、説明しているが、これにことを唱える一部の反発の声も根強い。そうした否定側の勢力は、スタンドオフミサイルの長射程化とは、対艦攻撃用途のみにとまらず、長距離対地攻撃能力を自衛隊が保有することにつながり、それは、敵基地への攻撃能力へと直結する、危険な行為だと、非難している。しかし、すでに、中国海軍の艦艇には YJ-18 艦対艦ミサイルの搭載が進められており、同ミサイルの射程距離は 500km 以上に達するとみられており、
海上自衛隊最新の17式対艦誘導弾の同 200km 以上をも上回っている。単純な艦対艦ミサイルの推定のスペック上からは、中国側の方が遠距離攻撃能力を有している状態にあり、日本側が本来保有する必要もない長距離攻撃ミサイルを敵基地攻撃能力の獲得を目論んでいるかのような言説で非難するのは正しくないだろう。そもそも海上自衛隊の17式対艦誘導弾は最新鋭のマヤ型護衛艦以降から実装される予定の装備であり、現時点ではこれ以上に日本と中国とのミサイルの対艦ミサイルの射程距離の差は開いているというのが実情である。さて、話は戻って人に意識地対艦誘導弾であるが、これは前述のようには地は知識地対艦誘導弾の後継として導入されたものだが、ベースとなったこの8は知識地対艦誘導弾の開発時に想定されていたのは旧ソ連軍の北海道侵攻への対処だった。ご存知のように、1991年末に旧ソ連は崩壊し、その3年前の1988年に正式採用された8は、知識地対艦誘導弾は対象とした仮想敵を失うこととはなったが、その使用は当時のソ連軍の上陸作戦を抑止するために設計されていたことがよくわかる。8は、知識地対艦誘導弾は、重装輪車両に、ミサイル本体の発射塔を搭載して運用される形式の兵器だが、ソ連側の攻撃で排除されるのを回避するため、この重装輪車両を、北海道の山岳地帯に潜ませる運用を想定したものだった。このためは、地は、知識地対艦誘導弾は、地対艦ミサイルとしては稀有な、低空飛行での地形への、高い追従能力を保持しており、上陸を機として、北海道の沿岸部に接近するソ連の上陸用集艇等に向け、山中からこれを発射することを目的としていた。このように山岳地帯に潜み、自身の生存性を確保しつつ、ソ連の艦艇を攻撃する意図を持った8は知識地対艦誘導弾だったが、近年の南西諸島防衛においては、本体を秘匿することが困難な狭い島嶼部への部隊配備を余儀なくされている。現在、南西諸島の石垣、宮古両島に配備されているのは、これも前述の通り、新型の人に、敷地対艦誘導弾装備の部隊であるが、重装輪車両による兵器システムの構成派は、地は知識地対艦誘導弾と同様であり、したがって攻撃に対する生存性も受け継いでいると言える。そのため、石垣、宮古両島に配備された人に、敷地対艦誘導弾部隊は、仮に中国軍艦艇への先制攻撃が行えた場合であっても、残存する敵から反撃されて無効化されてしまう降参も大きく、生存性には課題が残ると思われる。南西諸島の中では最大の面積を持ち、航空自衛隊及び在日アメリカ軍基地の存在で防空体制が強固な点から、日本は沖縄本島に改良して射程を延伸した人に敷地対艦誘導弾の部隊を置くこととし、その対応策とする方針だ。改良された後の人に、敷地対艦誘導の性能向上型は、まず、暫定的に、射程距離が 900km ほどに延伸すると見られており、最終的には、1500km 前後までそれは伸びる、見込みだとも伝えられ、数値上からは期待できそうだ。ただし、こうした人に、敷地対艦誘導の性能向上型だけでなく巡航ミサイルは、その特性上、最大射程距離を有効射程距離と同一視することは困難であり、低空での飛翔や欺瞞行動を行うことを考慮し割り引いて考えることが必要になる。また、標的とする艦艇は、洋上を移動するため、
特に、飛翔速度の遅いミサイルは、自力で、標的の位置を捕捉して、命中まで修正する、誘導能力を持つ必要があり、こうした点を考慮するならば、最大射程の半分程度を有効射程と考える方が無難だろう。このように、南西諸島防衛には、1、敷地対艦誘導の配備や、その能力向上型の開発が急がれているが、仮想敵である中国軍艦艇を相手にする以前に、やはり、国内のマスコミでは、こうした状況を批判する記事が散見される状態にある。そこでは、こうした防衛力の整備に対して、南西諸島の要塞化だのといった、物々しい単語を散りばめた表現で、さも日本側が進んで、軍備拡張の路線を歩んでいるかのような、明確な悪意を持った報道がなされてている。こうした中には、中国側から地図を見た場合、中国軍艦艇の太平洋への進出には、南西諸島が、蓋をしている位置にあるとし、そこに1、敷地対艦誘導等を配備することは、ある種の挑発行為と同様だとの意見を表明しているものさえある。さらには、すでに、中国軍の軍事力は、日本を大幅に上回っているのだから、今から、日本が軍備を増強しても、何の解決にもならず、話し合いで、解決の道を模索するべきだとの主張すらあり、正直言葉を失ってしまいそうだ。